所発電所の安全と、それから住民の安全、守る気があるんでしょうか。それは当然ございます。当然それが我々の責務でございますので、それは当然立地地域と向き合ううちにありますか。もちろんそうです。あるんですね。なぜ田中委員長今日はいただけないんですか。中身につきましては我々がきちんと挙げております。それをね、それはまあいろいろな団体からですね、面会要求非常に多いです。でそれを片方あって片方あれない。新潟県を団体の一つだと思ってるんですか。いや団体行政を所管してるんですよ。行政所管してるところも同じです。なってるわけでしょ。原子力、規制委員会っていうのは避難をどうするかっていうことに対しても責任持つ機関じゃないんですか。緊急時にそういうことです。どうしてそれをね、現場の実際の話聞かないでできるんですかね。どうしてそれで完全なっていうか、内容ですよね。今回の安全基準と言われるもの、少なくとも新潟県は柏崎刈羽の中越沖地震の際に、これは火災事故と複合災害を経験してるわけですよ。で一体何が起きるのか、現場がどうだったかっていうのを聞かないでどうして判断できるんですかね。我々が現場で何がね起きて困ったのか、例えば複合災害の場合は電源車がそもそもたどり着けない可能性だってあるわけですよ。どうするんですか。福島の検証もしていない、行政機関の話も聞かない、現場の声も聞かない、そんな安全基準がどうして役に立つと思うんですか。どうしてこれを15分で説明できるんですか。そもそも15分しかダメっていうのはこちらからですよ。今日の15分というのも私は新潟県さんから15分でいいっていうふうに聞いてます。もういかれにしてほしいですよね。これで原子力安全行政を国民が安心すると思いますか。最初から相当お怒りでしたけど、はい、いやそれはそうですよ。だって3月からね、安全基準を検討している中で、県の技術委員会で専門家が検討したことをお知らせをしてですよ、より安全になるようにという形で申し入れをしているのに合わないわけですよ。でさらに記者会見で田中委員長がなぜ新潟県知事の質問に答えなければいけないのかと、義務はないっていうような発言をしてるわけですよ。これ国民の安全を守ろうっていう意識が組織としてあるのかってやっぱり疑問を感じざるを得ないんですよね。改めてどういったことを規制委員会に求めていきたいというふうに考えますか。これはね、安全を守るっていうことですよ。福島の事故がなぜ起きて、そしてそこにどう対応したのかということを、しっかりやるっていうことが一番大事であって、それを透明性を持ってですね、情報を提供していくっていうことが一番重要なんじゃないんでしょうか。情報も提供しない、それから話も聞かない、独善で進めると、我々は指針を書きました終わりと、これで信頼を得るの難しいんじゃないんでしょうか。だから再稼働の議論は福島事故の検証が先でしょうと、で質問もしてるわけです。答えられるところも答えてないってことですもんね、今日の話だと。まずそっちが先だと思います。それ何年かかってもだから時間の概念じゃありません。